どうもー、酒飲みです。こらこら。はいどうもー、ポンポンです。本日は壁と一体化した服でやっていきたいと思います。今日はこれを使ってシューマイを作りたいと思います。誰がこの中に顔が入りそうやって。使うのはこちらに調味料を混ぜるだけ。ディディン。ホットプレートは温める前に具材を乗せていきます。今日は進行スムーズちゃう。ごま油を塗るはけがない。餃子の皮いきますね。スプーンで具材を入れていこう。この子たちを乗せていきます。これでホットプレート加熱します。オン。ジュージューしてきたんでお水を追加して蓋をします。はい、8分から10分待ちます。いやいや、8分から10分このまま待てるかな。この香りでお酒飲めるわ。最近よくお世話になってます。いい音。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。やばいぐらいいい香りがするんですよ。早く食べたい。せーの。うわー、ちょっとまだ水分残ってるんで蒸発させたいと思います。いただきます。一面シューマイ。コーンからいただきます。シューマイってソースつけるんでしたっけ。とりあえずそのままいきます。うん、うん、うん、皮がパリッとしてて美味しい。これは進むで。見えますか、このパリッと感。ちょっと焦げてますけど、その焦げがまたいい。ここパリパリや。私の苦手なグリーンピースです。ここうん、グリーンピースがちょっと邪魔してくるんですけど、肉汁もちょうどいい感じに溢れてきて美味しい。あー、まあ、とりあえずポン酢とソース持ってきたんですけど、ポンポポンポポンポンポン酢で。うんうん、ポン酢合う。ソース、お好みソースは合いません。気づいたらあと4個。今日使った食材は調味料を除くと400円ちょいで買えたので、めちゃくちゃリーズナブルに食べ飲みができてますね。最後に大好きなグリーンピース。ごちそうさまでした。本日はたこ焼き器を使って餃子の皮でシューマイを作りました。皮
買った具材混ぜるだけ、蓋して待つだけでこんな美味しくできるんで、ぜひ皆さんもご自宅のたこ焼き器で試してみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。食べ過ぎ要注意です。それだ